こんにちは、キキです。ハノイ旧市街のとある路地の奥に住んでいます。ベトナムに来る前、日本にいた時にとても美味しいチリソースを見つけました。それはスーパーに売っているような市販のものではなく、福岡にあるベトナム料理屋さんに置いてあったもので、そのお店に行かないと味わえないチリソースでした。とても美味しかったので、このチリソース売ってますかとお店の人に聞くと、小さいボトルに入ったチリソースを500円で売ってくれました。そのチリソースと市販のチリソースの違いはいくつかあります。まず一つ目は、市販のものより甘みが少なめなんです。甘みが少なくて何がいいかというと、フォーに入れてもスープの味を邪魔しないんです。二つ目は、市販のものより旨味が強かったんです。市販のチリソースをフォーに入れると、どうしてもスープの味を変えてしまいます。でもそのお店のチリソースは程よい辛みと旨味が特徴で、スープの味をあまり変えず、そのまま美味しくしてくれるんです。そうしてチリソースを買うだけでは物足りなくなった僕は、そのベトナム料理屋の店主のお姉さんに、このチリソース美味しいですね、何が入ってるんですかと聞きました。すると、いろいろ入ってると言われました。なのでもう一度聞きました。お姉さん、このチリソースのレシピはいくらですか。そしたら、売ってませんと言われました。それで当時は結局チリソースを買って、なんとなく自分で真似して作ってみるだけで、それで終わりました。もちろんうまく作れませんでした。もしかしたら今ならベトナム語でベトナムのチリソースについて調べることができるので、あの時できなかったチリソースが作れるかもしれません。ということで、今日は理想のチリソース作りに挑戦します。58 kg. Lọc đi lọc ơi, tí để tan đi dầu cân mình lấy nhá. Con to này lọc. Đây rồi, để đây. Này con ơi, bán cho bạn này xem bạn mua cái gì. Đây này, mua muối quả ớt giống nhỉ. Bạn cho anh thịt thịt gà, thịt gà. Thịt gà, gà, gà. Lấy cho anh 5 quả cà chua đi. À 3 quả thôi. Gà cho anh những cái này. Úc gà, nhiều bạn lắm, 12 ớt như này con. Không, không, không có, không có. Ớt bé thôi. Ớt bé thôi. Vâng ạ. Thì cho anh ớt 70.000 ạ. Thì cho anh ớt bé. Bé ạ. Anh ơi, lấy nhiều không? Nhiều. Nhiều ạ. Này nụ à? Nụ à? Nụ à chú. Mười bốn nghìn. Nặng ba còn nặng chứ? Con còn nặng thôi ạ.
cà chua, hành tây, quả táo, tỏi, tỏi, ớt sung và ớt nhỏ, giấm tháo, giấm tháo. ここでちょっと突然ですが、テフロン加工のフライパンを室内で空炊きすると鳥が死ぬそうです。理由は空炊きすると鳥にだけ有害なガスが発生するからだそうです。人間は大丈夫なのに鳥には有害だなんて驚きですよね。ですが逆に人間に効いて鳥に効かないものもあります。それは辛味です。鳥は辛さを感じないんです。どうして鳥類が辛味を感じないのか。これは昔読んだ料理の本に書いてあった内容ですが、それは唐辛子の方が鳥に食べられるのを望んだ結果そうなったのではないかと言われています。例えば唐辛子は人間、ネズミ、哺乳類に食べられると種までかじられてしまいます。しかし鳥は噛まずに飲み込むため、種子をそのまま遠くに運べるんです。つまり哺乳類に食べられるということは唐辛子にとって都合が悪く、鳥に食べられるのは唐辛子にとって都合がいい。鳥が辛みが感じないのは唐辛子が生き延びるための戦略なんです。唐辛子にとって予想外だったのは、哺乳類の中にも唐辛子を食べる2種類の生物がいたことです。一つは私たち人間、もう一つはツパイというリスに似た中国南東部の熱帯林に暮らすネズミです。ツパイは遺伝子変異により辛みを感じないようになったと言われています。食べれるものを増やし生存するための進化ですね。それにしても中国はよく突然変異が起きる場所ですね。それはともかく残りの唐辛子も切っていきます。小さい唐辛子ばかりなのでちょっと大変でした。まずは最初に切った唐辛子とニンニクと玉ねぎをミキサーにかけます。それにしても目には見えませんが、唐辛子の辛み成分が空中に舞ってすごいです。催涙スプレーにもこの唐辛子のカプサイシンが入っているそうです。というかこれを水で薄めたらもう催涙スプレーです。唐辛子恐ろしいです。次はトマトとリンゴ。リンゴ酢入れるの忘れてました。とりあえずこんな感じになりました。Ta-da!
10分も炒める。いやよし、で、塩と砂糖。種を取って軽く冷凍したら辛さも和らぐかと思いましたが、まだ辛いです。これはやばい。どうしようかな、これ。まだ辛いけど許容範囲になった。では早速この下の部分を、よいしょ、こんな感じ。チンスーチンスーぞい。わ、でも本当に本当にあの市販のやつみたい。色わかるかな。じゃあちょっとソースだけで、ソースだけで。うん、あ、辛いけど、あ、すごいすごいな、なんかすごい、なんかいろんなものが体いろんなものが頭の中突き抜ける。辛さとリンゴが舌の上で踊ってるような感じだ。ではこれ早速これに一個つけてみて。うん、辛い。ちょっとな、なんか足りないんだよな。なんかやっぱちょっと塩少なめに入れたから、あの、ちょっと塩が足りない。辛い、塩が足りないわ。美味しいけど、美味しくなったけど、辛い。ぬっちゃんが一番なんとでも合うね、ほんと。
とぬっちゃんもあるめっちゃなんとでもあるほんまに。ということで今日のチリソースは失敗ではない、失敗ではないけど、唐揚げにつけるんならこうもうちょっと濃いめにしっかり味付けてあげないと唐揚げと一緒にこうちゃんと合わないというか。辛いけど、辛いけど美味しいよ。うん、辛いけどうまい。いやちょっと辛すぎるかとりあえず今度は次作るときはもうちょっと玉ねぎの量を増やそうかな。玉ねぎの量を増やして、であと唐辛子を茹でるかそれかもうちょっと冷凍してこう辛さをもうちょっと減らす。じゃないとちょっと辛すぎるわ。ちょっと普通に食べるには辛すぎるな。もうちょっと唐辛子の辛さを削らないとこういっぱい食べるにはきついな。そうだな、今んところで言うと唐揚げよりはこうフォーとかにちょっと入れるぐらいが多分合うんじゃないかな。